ブラッグは結晶に様々な方向から X 線を当てる実験を行いました。すると、ある角度から照射した時のみ強い X 線が解説されることを観測します。なぜこのような現象が起こるのかを考えてみましょう。結晶内部には図のように原子が規則正しく並んでいます。ここに X 線を照射すると、各原子によって様々な方向に解説して波が広がっていきます。 このことが照射されたすべての原子で起こり、解説さが重なり干渉することで強めあったり弱めあったりすることは理解できるでしょう。でいきなりすべての重なりを考えようとすると考察がきつくなりますから、まずは原子面上の各原子からの解説法の重なりを考えます。図は一つの原子面のみを描き出したものです。そこに 波長ラムダの X 線が原子目に対して θ の角度で入射をしたとしよう。各原子から様々な方向に解説して波が広がっていきますが、まず原子目に対してファイの方向に広がる波の重なりを考えます。隣同士の原子の間隔を A としよう。すると、この2本の光の高度差は、お約束の補助線を引っ張れば、a c o s ンファイと、 Acosθ の差で与えられることがわかりますそして高ル差が波長の整数倍に等しければ同位それ重なり強め合うことになります φ に注目して式変形をするとこうなりますね波動の解説格子のところで説明をしましたが原子が無数に存在しすべての解説項の重なりを考えた場合この条件を満たす φ の方向のみに光は解説をし そこから少しでもずれた方向では、位相の異なる無数の波が重なることで、光は完全に弱め合うのを覚えていますかつまり、この式が強条件であり、それ以外の角度はすべて弱条件を満たすという特徴がありました。忘れた。ならば、波動の講座をもう一度受講してもらうしかありません。えー、思い出した諸君は続きを学習していきましょう。今、 この A 分のラムダですね。これが1より小さい場合、強条件を満たす角度ファイは複数存在します。これは反射型解説合子と同じ原理になりますね。反射型解説合子の授業を少し思い出してもらいましょう。格子間隔が A の反射型解説合子があったとしますね。この強条件はやはりこの式で与えられます。 この a 分のラムダですね。これが1より小さい場合には、強条件を満たす角度 φ は φ、φ イコールシーーの他に複数出てくるんですね。覚えてるかなで、間隔 a が小さな反射型解説格子にこう変えたとしましょう。すると、この n イコール0の解説庫を中心に間隔が広がるんだったよね。 でこいつを鏡のようなものに置き換えた場合にはこの内部には原子が隙間なく並んでいるわけですね。その原子が解説格子の役割を果たして光をいろいろな方向に送り込むのですがこのラムダに対してこの原子の間隔ですねつまり鉱子の間隔が極めて小さいわけですから A 分のラムダここがですね1よりかなり大きな値になります。 すると、この強条件を満たす角度ファイは、n が0の時のファイイコールシータがまずありますね。しかし、a 分のラムダが1よりでかいわけですから、n を例えば1としてみると、もうこれは、右辺はですね、1よりでかくなりますよね。したがって n イコール1に相当するファイ、それは存在しないということになります。それは n を2にしても3にしても同じですよね。 つまり、鏡のようなものを置いた場合には、反射の法則を見たす方向のみに光が強めようということを以前説明したことがあるんですね。思い出せましたかで可視光線や紫外線などであれば、原子間隔 A よりも波長ラムダははるかに大きく、A 分のラムダは確実に1より大きな値になります。すると、この式を満たす生成度は0しかないんですね。 したたがって解説すすす。る方方向向はファイコーールシタののの反射の法則を満たす方向のみとなりますしかし波長の短い X 線の場合には A とラムダがさほど差がないとかねあるいは原子間隔よりも X 線の波長が短いケースもあるんですねその場合には A 分のラムダが1よりもだいぶ小さくなりますから従ってこの強条件を満たす角度イ、 これは反射の法則を満たすすシータ以外にも出てくるる可能性があるんですね。しかし通常はですね確実に強み合うファイコールシータの解説項のみを取り扱うのが一般的になります原子面が1枚だけであればシータがいかなる値でも確実に反射の法則を満たす項に x 線は解説をしますしかし結晶内部には原子面が複数あります さらに、すべての原子面から反射した X 線の重ね合わせによって、シータがある条件を満たす角度であるときだけ解説をすることになるんですね。でその条件の求め方は、まあ、極めて簡単です。原子面の間隔を D としよう。と隣り合う原子面からの反射 X 線のコール差は 2D s i n タになりますね。これがラムダの整数倍に等しいとき、 すべての原子面から反射した X 線は同位相で重なり強め合います。もし、この条件から角度が少しでもずれると無数の X 線が位相がずれて重なることで完全に弱め合って強度はゼロになります。つまり、この式を満たすシータで入射した時だけ強い X 線が反射されることになるわけです。この反射条件、あるいは解説条件をブラックの条件と呼びます。 ブラックの条件に関する問題はよく出題されます。反射条件を導くあるいは暗記するのは非常に簡単であり式を眺める限り難しい要素は見当たりませんよね。しかし結晶の原子面はオーソドックスなパターンからこんな原子面やこんな原子面もあって X 線などが解説する方向は多分君たちが想像しているよりは多少複雑になります。 そして、結晶での X 線や電子線の解説によって現れるラウェ反転、それからデバイシエラー化に関する問題の難度は高く、経験が必要となります。例題や演習講座にて取り上げていますから、そちらで確認をしてください。X 線の波動的性質によって解説現象はうまく説明ができました。一方で、1923年、アメリカのコンプトンは、 物質に X 線を照射してみると、散乱 X 線の一部に波長の伸びが起こることに気づきます。これは物質中の電子に X 線が当たり、その電子を弾き飛ばすことで、X 線のエネルギーの一部が電子に移ると考えれば説明することができます。コンプトンは、X 線を粒子と考え、電子との非弾性衝突によるエネルギー効果の計算によって波長の増加量を求め、 実験結果と高い精度で一致することを示しました。この現象を説明するために新たに獲得すべき知識は何もないので、計算過程などは例題講座で確認することにします。ほどなくして、フランスのドブレイは光のような波と考えられていたものが粒子的な性質を持つのであれば、それまで粒子と考えていた電子や陽子などは波動的性質を持つのではないかと考えました。 そしてその波長を計算する式が MV 分の H であることはすでにボーア理論のところで説明しましたよね。この理論は10年も前にボーアが考案した量子条件を電子の波動的性質によって説明することに見事に成功したわけです。このようにすべての物質が波動的性質と粒子的性質を合わせ持つことを物質の二重性と呼んでいます。電子が、 波動的性質をを持つことと示すす。証拠は、その後次々と発見されていきま1927年、アメリカのデビッソンとガーマは、電子線を結晶に照射してみると、ブラックの条件を満たすときのみ強い電子線が反射されることや、結晶に X 線を照射したときに得られる解説像と、電子線を照射したときに得られる解説像が同一であることを発見します。 これは紛れもなく、電線に波動的性質があることを示すもので、電線の波長を MV 分の H として計算した時の干渉結果とピタリと一致しました。この波長のことを現在、ドブロイ波長と呼んでいます。少し余談になりますが、ドブロイの人物名にはこのように点を入れますけれども、ドブロイ波長を表記する場合には、習慣的に点を省くことが多いようです。 電子性の干渉実験に関する計算問題は、しばしば入試に登場しますので、詳しくは例題と演習で解説をしたいと思います。それでは最後にバンド理論について紹介しておきます。これもね、あまり入試に出ないので、興味のない諸君は完全にパスしてもらっても構いません。